はい、総科塾の久保でございます。新型コロナウイルスのワクチン、これね、治療法が今のところないんですけども、中国の方からですね、このワクチンの塩基配列、要するに DNA の公開がされましたので、ここからですね、はるか離れて、1万マイルの彼方、こちらでですね、アメリカの研究開発を担っている部門があるんですけども、こちらの方でね、ワクチンの一刻も早くの開発が進められております。今までの伝染病とかね、感染症においても全てのワクチンを人類は作ってきました。で、今回のね、全てって言ったらちょっと言い過ぎかもしれませんけども、ほとんどワクチンを作って対処してきたわけですよね。で、今回の新型コロナウイルスも、はっきり言ってね、人類全体に蔓延して間に合うのかどうかってところと、これなかなかね、厳しいレースをしてくれてます。24時間体制でワクチンを作ってくれてるんですよ。やっぱりこういうところにはね、やっぱり私たちは敬意を表したいなと思ってます。私たちが不安に怯えていても、寝ていても、どんなことをしていても、ワクチンの開発っていうのは日進月歩進んでるわけなんですよね。そしてここにですね、おそらくですけども、まだ未確認なんですけど、ビル・ゲイツさんも拒否を投じたということなんですよ。ここに、寄付をしたのか投資をしたのか分かりませんけども、やっぱりね、研究開発機関っていうのも資金がないとやってくれませんので、たくさんのね、投資家さんがそこにお金を投じてくれてるんですよ。で、寄付もあるでしょう。で、当然ですけども、ワクチンができた暁には、投資した方には利回りが戻ってきますし、この会社の株を持っている方は儲かると思います。だからね、私ちょっとここでね、話論点がずれるかもしれませんけども、2つちょっと申し上げたいんですけどもね、ワクチンはそうやって製薬会社が儲けるためにやってるんだとか言って叩いて、結局自分のね、情報商材売ったりとか、健康グループとかに入るみたいな誘導がありますけども、悪くはないんですけども、ただこうやって頑張って24時間ね、人類を救うためにやってる方をあまりにも叩きすぎなんじゃないかなっていうところがね、ちょっとやりすぎじゃないかなと思うんですよ。で、もちろんね、ワクチンってものの不適合性ってのはあると思います。全員に効くかどうか分かりませんけども、少なくとも今まで開発してくださったワクチンで助かってる命が多数あるわけなんですよね。だからワクチンは全てがね、利益のために作られたものだとか、投資家が儲けるためだっていうふうにあんまり誇張しすぎてね、こういう人たちのね、努力とかね、善意をね、ないがしろにするようなことはあんまり聞きたくないし見たくないなって気はするんですよ。もちろん言論の自由がありますので、どんな表現してもいいんですけどもね。そして、もう一つなんですけども、この開発、本当に間に合うかどうか分かりませんけども、私たちは本当とりあえず待つことしかできないんですけどもね、少しでも応援になるような情報発信を私もしていこうかと思うんですよ。こういうものがあるよとか、こういうことで頑張ってくださってる方がいるよってことをね、これからも発信していきたいと思います。で、もしかしたらね、私のこの動画に対してちょっと不愉快な不快を感じらっしゃる方もいるかもしれませんけども、私は私なりに許される範囲でね、この新型コロナウイルスが一刻も早くね、解決してほしいなと思いますし、ワクチンがあって、ワクチンで助かる命があるんだったら、ワクチンを使っていただきたいなと思いますし、それでもワクチン否定派の方は別の方法をね、見つけるでもいいと思いますし、いろんな考え方がありますけども、私はこのワクチンに対してものすごく前向きなんでね、例えばね、久保さんワクチンなんてインチキだよっていうふうに教えてくださる方もいるんですけども、私はそうは思わないんで、違う考えと違う判断がこの世に存在しますので、ワクチンが NG って方はそれでいいじゃないですか。私はワクチン期待してるわけなんですよ。人間の頭脳とか科学っていうものにはものすごく期待してますし、そこに利益がついてもあるのはいいじゃないですかと思ってるんですよ。やっぱり誰もがね、やらないような、誰もができないようなことをしてるわけですから、その人たちに恩恵があって報いがあって私はいいと思うんですよ。で、人を批判したりとかね、あれはダメだ、これはダメだっていう人に利益がいってしまうことの方が私は怖いですね。ですんで、これからもこういうふうなね、多分パンデミックっていうのはこれで終わりじゃないと思います。まだまだあると思います。で、ビル・ゲイツさんも自分の利益のためにこういった会社とかね、研究開発費をもしかしたら投資してるのかもしれません。自分の利益のために。でも自分の利益のためにといっても、結局はそれがね、ワクチンが開発されれば人類全体の利益になるんで、最初のお金を投じた人にリターンがあっても私はね、別に悪くないと思うんですよ。で、私がこれ思うだけなんで、それは違うぞっていう方はね、その考えのままいてください。私は別に議論をして説き伏せようとかね、
説得しようと思いませんので、私の頭ではこの程度なんでね、でもっともっと頭のいい方はワクチンなんていらないっていう方がいるかもしれませんけども、それはそれでどうぞね進めていただきたいと思います。まあいろんなコメントいただきましたけども、本当にねどれもこれも私には気づきとかね学びが多いものでございました。本当にありがとうございます。それではですね、一刻も早く新型コロナウイルスの、そしてアメリカのねインフルエンザもかなり猛威を振るってるらしいんで、こちらの方も、それからオーストラリア火災ね、なんか地球がね人類に対してものすごくねお叱りをしてくださってるのかなという気もしますけども、どうなんでしょうかね、まあ何にしてもね、犠牲になることが一刻も本当報われますように、そして、悲しみ映画ね私たちの人類から本当になくなっていくように。すごいですね、なんかアルマゲドンみたいですね今の世の中ね、人間同士争ってる場合じゃないんじゃないかなと。米中貿易摩擦なんてことをやってたのがね、ついこの間ですよ、イランとアメリカが揉めて戦争になるんじゃないかと思ってたら、そんなことやってる暇ないですね。私たちがどんなに仲良くしていても、ウイルスなり火災なり環境問題なりは押し寄せてきますんで、人類団結してそういったものに立ち向かっていった方がいいんじゃないかなと。少なくとも人間同士争っているようなね、無駄はしなくてもいいんじゃないかなと思いますけどね。皆さんいかがお感じでしょうか。それでは失礼します。